Nissin Cup Noodles Breakfast Maple Syrup Pancakes Sausage and Egg Limited Edition。 僕がアメリカのカップヌードルの魅力を知ったのはおよそ5年前。何気なく食べていた日本のカップヌードル、こいつの原料は日本とアメリカ全く同じだと思っていたのに、マカジタの僕は思った。生産地が変わるとなぜあそこまで味が変わるのか不思議に思って調べてみると、麺の長さやスープなど全然違うことに気づく。そして毎日様々なカップ麺を食べる。それは進化するポケモン的な楽しさがあることを知り気づけば入門していたわけだ。ということで今回はアメリカの変なカップヌードル、カップヌードルブレックファーストを作っていこうと思う。とその前に、あらゆるパンケーキがあるが日本人馴染み深いのはそう、甘いホットケーキだが、何でもかんでも甘ければいいというわけではない。アメリカンブレックファストのパンケーキに必須なのはエッグとソーセージになる。詳しい説明は省くが、両者ともに甘いパンケーキで必要なのである。この映像は電子レンジでカプノを作っている光景になる。手順はいつもと違いお湯を注がない。アメリカ人はお湯を沸かさないのか、そもそも電気ポットや電気ケトルがないのだろう。基本的にカプノはお湯を沸かして注ぐというのが基本だと思っていたが、それが普通なのか考え直してみてもいいのかもしれない。実食。まあ甘じょっぱいとか言いつつね、結局何がしたいのかよくわかんないんですよね。メープルの香りは強いけど甘さは控えめで、ソーセージや卵の味も主張しないし、すき焼きの残飯みたいな味がするっていうか、何とも言えない着地点のなさ。これ要するに何の味かわかりませんって感じです。でもまずいわけじゃないから、長かけて食べてみたらいいんじゃないですか。なんか微妙やな。食べた後に思わず頭蓋したんですよね。なんか口の中に残る謎な甘さとしょっぱさが気持ち悪くて、こう食べ終わった後にすぐにうがいしたくなるカップ麺ってどうなんですかね。口直しの必要が出てくる時点でちょっとどうかと思いますよね。実食。どう？一口しか食べてないけどどうですか？うん、美味しい。どんな感じ？パンケーキ。パンケーキみたい？パンケーキって知ってた？知ってるよ。あ、だから。じゃあいいんじゃないですかね。はい。